はい、今回は人造人間パーティー使っていこうと思うんですが、セミちゃんのね、アーツブーストをね、マックスまで育成してきました。はい。まあ、これでね、最強のセミちゃんがね、再び復活できるということで、まあ、今回ね、前回2枚乗っけた人造で遊んでいこうと思います。相手は、極振りに前回5枚乗っけたパーティーかな、お願いします。すごいな。まあ、でもガンマさすがにきつそうだし、うん。めちゃめちゃこっちの方が有利だとは思います。まあ、でも、極振りの火力はとにかくやばそうだね。このフリーザの経由というかサポートも乗ってるし、前回も5枚なんで、フリーザ側の火力は誰も止められないと思うんですが、口が回ってない。よろしくお願いします。どうだフリーザ、避けよ。やっくっ、よーし、オッケー。クシロッカやったのはちょっと嫌だけど。いやー、そのパーティーねー、必殺が2枚あるんで、これ腹パン抱いていこうか。オッケー。ちゃんと分かってますよ。これ外そうか。オッケー。さあ、ここでセミちゃんが、強いねー。めちゃめちゃ強いよ。これはもう予約で必殺いきましょうか。ちょっとラグすぎ。いいね。腹パン射撃いこうかな。避けてから反転するのか。壊滅射撃をして、まあここ反転やね。反転見てからタックル回避いって、一旦抑えよう。マニ回復してるよ。はい、オッケー。セルちゃんってなんだ。セミちゃん強いよ、めちゃくちゃ。さあ、泥足もめちゃくちゃ積んでます。止まりませんよ、これ。クソ強いよ、うちのセミ。はい、強すぎ。え、落ちるでしょ。はい、これ完全にブーストいきたくない。はい、釣れた。ちょっといいや。最速プリーズ。セーブ持ってくるでしょ、多分。いや、強くね、マジで。強すぎでしょ。止まらん。強すぎる。強すぎ。さあ、お、なんか珍しい。カマちゃんいるね。地味に嫌かもしれん。常時貫通だから。まあ、相手、ベイブいるんで、青を裏に置いてやっていきましょう。お願いします。いや、やっぱセミ強いわ、こいつ。しかも、人造でも再生でも、未来でも強いっていうのが、こいつほんとずるいよね。どんなパーティーでも使えるっていうのが、やばすぎる。アビ役も強いしね。さあ、頑張りましょう。跳ねようかな。おいおいおい、おお、そういう感じの方ね。オッケーオッケー。とりあえずセミちゃん召喚しまして、湯逃げでね、気力戻せるんで。いや、つえー。さあ、初手中京大駅とか。何をしてるの、あなたは。やったー。ああ、お、なんか珍しい極振り未来だな。で、相手もセミちゃんいると。さあ、頑張りましょい。やっぱ強いな、セミ。めちゃめちゃ。ほんとに強い。さあ、頑張るか。いや、範囲特徴持ってるからね。マジでね、安全に戦えるし、どんなパーティーでも使えるし、アビアク強いし、言うことないね、この子。素晴らしい。ああ、それかい、取ってしまう。抑えてくるか。うん、それは知らない。いやー、頑張って青に受けてもらうしかないね。いや、いつも最近邪念馬ばっか使ってるからさ、物足りんな。邪念馬が強すぎるんやけどね。さすがにワンコンライはないと思うんで、ここで一旦邪念馬じゃねえわ。ガンマ入れます。火ダメ振り向こうもあるしね。
で、ラッキーでカバちゃんに入っていい。あ、もう最強だったわ。じゃあ、お前が最強ですね。あー、危ない危ない、怖い。ちょ、ラインうるさい。絶対中距離来る。うん、わかるんよね、俺も。もう君たちさ、やばいことやってくる人のね、動き、大体わかるようになってきた。まあ、とりあえず特徴シーンで、といて。熱っ。いや、クイック熱きそう、ここ。あ、熱がだってさ、ちょ、最悪なんだけど、熱が。いや、待って、お前、回転ライジングはないだろ。あー、オッケーオッケー、もうそういう感じの方ね。やばすぎだろ、こいつ。害がすぎるわ。ガガイのガイのガイガイガイだわ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。やばいだろ。ちょっと脳の構造が人間じゃないもん。さすがにこれ。いや、久しぶりに強えって。中距離来ます、中距離来ます。絶対に来る、オッケーオッケーオッケー。お前マジでやばいよ。自覚ないだろ。ガイの。あ、作る、オッケー。害すぎよ、お前。よしよしよし。もう、頭大丈夫かい、君。一旦さ、ねえ、なんか言おうと思ったけど忘れたわ。おるわ！死ね。あー、セミ最強だ。あー、セミ最強だ。強すぎ！ぶっ飛ばすよ、お前なんて。もうそんなんしてるから勝てないんだよ、君。絶対中距離来る。あー、怖いね。はい。はい。じゃあ LF 行きますね。すごいな。いやー、ベジブル狙ってそうやな、これ。狙ってそう。そうだ、オッケー。ザマッちゃん出てくる。一旦セミ出すか。いや、よくなかったかも。あー、いけるのか、いけるのか。外しになっちゃったけど、まあまあまあいいや。いや、ちょっと一瞬、時間足りんかったけど。まあ、とりあえず一旦ガンマちゃん出して、ひだめ振り向こうで受けて。そして回復もできるしな、だから。で、ここで、10年も出して。いや、なんか懐かしいな、腎臓。受け回しが、夏へ。いいよ。さあ、これでカウンター使わして。ジャネンバってそう考えるとやばいよな。一人で完全にベジブル対策できるもんな。腎臓なんかみんなで頑張って受け回すみたいな感じだったけど。あー、ありがとう。セミ強いよ。もうセミしか使いたくない、俺。ちょ、ラグい！強すぎ！強すぎ、こいつ！これ強すぎや！いやー、セミ最強ですねー。OK ね。いいね。ちょ、単発欲しいな。単発くださいな。ハラパンありがとう。チャンハンで見るよ。いいよ。よしよしよし、ありがとう。いやー、待ってね、タイミング良くなかったな。もったいなかったな。もういいや、回復もできたんでいいし。いや、居座ってきそう。居座らんか。アラパン行って、まあ信用するよ、俺は。ありがとう。ありがとう。セミ強すぎー。強
強すぎやこいつ、やばすぎ。まあ反転入れるか。押してこないか。じゃあガンガンチェンジゲージ回していくよ。いやー回避回避にやられた。まあいいや、ザンマスの攻撃なら受けれるでしょ。それはガンマで受けてチェンジゲージもらってパワーブレイカー行こうか。ここね、終わり際に一瞬だけびっくりマーク見る隙あるんですけど、見えてるかな、ないな。はい、見て射撃をして、待って待って近づいてこんで、押し OK。 いやこれもセミ活躍したね。いやーやっぱ強いわ、フルブーストしたセミ最強でした。終わります。